ロベライチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回インプレッションするお車は2017年モデルポルシェマカンターボパフォーマンス、こちらをレビューいたします。今日も日里さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、でこちらですね、安定のスペック紹介の前に、はい、このマカンターボをレビューする理由というのもですね、ちょっと皆さんにお知らせしたいなと思いまして、実はこちらのマカンターボは弊社のお客様の下取りで入ってきた車だったんですね、はい、でこちらを下取りに出されて、まず何を買ったでしょうかというところでね、はい、クエスチョンが入るんですけども、はい、ああ、カイエン、違うね、はい、ちょっとそれも違う、あ、レンスポ、レンスポちょっと、うん、それもいいかもしれないですけど、ゲレンデでもないですね、ゲレンデでもないですね、G350D とかでもない。正解何ですか？ランボルギーニのウルスでございます。そうなんです、はい、そしてそのウルスをご契約いただいた、まあ、理由の一つに、はい、当然あの当社のロペライチャンネルでレビューしたのも見ていただいてと、はい、ウルス編やりましたね、ブワーっとやったのは、はい、ミノッチか、そうですね、そうだよね、ミノナさんと一緒にウルスやったんですけど、それを見て、あ、これいいなと、買おうと、はい、でマカンを下取りに出していただいてご購入いただいたと、はい、でそのお客様からせっかくだから、はい、うちの車もロペちゃんでレビューしてくれと、そしたら今乗ってる車も、はい、乗ってた車もロペライオチャンネルでインプレッションができているという、うのも、まあ、一つのね、はい、今回、まあ、条件だったりもして改めて、ね、レビューをするというふうに至ったわけであります。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ね、ウルスどうかな、ね、喜んでもらってるのかな、はい、めちゃめちゃ面白い車です、ね、いい音してたしね、はいはい、でまあ、話元に戻しまして、はい、ということで今回の、ね、マカンですけど、まず安定のスペック紹介、はい、安心スタイルでお願いします、はい、こちらのお車なんですけれども、2017年モデル、マカンターボパフォーマンスというモデルになりまして、はい、3.6 リッターの V6 ツインターボ、はい、最高出力が440馬力、440ですね、440、はい、ターボのグレードよりも40馬力アップしてますね、で最大トルクが 61.2kgm ほどです。なるほど、はい、そして、はいはいはい、タイミングよくですね、まあ、もう1台マカンがあったんで、はい、こちらのマカンもちょっと一緒にね、まあ、前期後期というのか、これ一応現行モデル、現行モデルですになるんですよね、はい、なんでちょっとね、見た目の仕様の比較なんかもしていきたいなと思っていて、はい、これが2019年モデル、19年モデルのポルシェマカン、はい、ターボでも S でもない、はい、これのグレードがファーストエディションという特別仕様車です。なるほど、はい、ベースです、はい、で一応スペックもいいですか。スペックはですね、はい、2リッターの直四ターボ、2リッター、ね、2リッターです。 3.6 リッターと2リッターで、トルクが 37.7kgm、 馬力が252馬力ぐらいです、ね、なるほど、はい、まあ、200馬力ほど違ってくるわけよね、はい、2リッターです。うーん、まあまあね、同じ車で、これディーゼルじゃないんで、はい、ガソリンで、ハイオクです、はい、なるほどね、という形になってるんです、はい、今日試乗するのはあくまでこちらの、ね、ターボの方ですけれども、はい、ちょっとね、仕様の変更なんかもあるので、はい、その辺もね、見ながらデビューしていきたいと思います、はい、ではそれでは改めてこっちのマカンですけども、はい、これパフォーマンスということは何がどうなってるってことなんですか、はい、基本的には、通常のマカンのターボ比より、まあ、先ほどお伝えした通り、あの馬力がアップしてたりとか、一部専用装備が異なる、うん、ターボだとオプションになるスポーツクロノパッケージですとか、はい、スポーツエグゾーストですとか、うん、ブラック大好きなスポーキーね、大好きなスポーキー、はいはい、あとはブラックのエクステリアパッケージですとかPSM などが標準装備にくっついてて、まあ、マカンターボよりより一段階走りが楽しめますよっていうグレードになります。あとこの PDLS もそうですね、標準でパフォーマンス標準だから、もう全部フルオプションですよ、まあそうですね、でもなおかつ馬力も上がってますと、はい、なんかマカンターボ S みたいな、あ、マカンターボ S、そんなような感じになってくると、はい、でこれまでちょっと現行との見た目の違いなんですけど、はい、まあ、ライト関係はこれオプションの問題なのかな。そうですね、基本的にこの PDLS がつかないと丸めの通常のこの718みたいな、あ、はい、あ、なるほど、このヘッドライトなんで、なるほどね、はい、ちょっとこれに似た感じのヘッドライトがつくの で、まあね、で PDLS がつくことによって、まあ、今の現行チックになる、うんうん、結構見た目変わってかっこいいです、僕これ好きです。なるほど、はい、
あとこれ、まあ、バンパー見ても、まあ、当然ターボとね、海原、はい、海じゃなくてマカンだから、はい、まあ、全然違うけど、はい、まあ、あ、でもあれだね、ディストロニックというか、ここの、なんだろう、これレーダーセーフティーみたいなものとか、はい、全部いろいろ入ってると思うんだけど、それが真ん中にドンとオプションになるとつくんですけど、あ、これはついてないんだ、はい、ただターボの専用バンパーになってるんで、通常のマカンよりも圧倒的ちょっと迫力のある見た目になってます。なるほど。見た目どっちがいいですか、美濃さん。どっちがかっこいい。やっぱターボ、はい、やっぱ現行モデルのマカン、これターボだとしたら、あ、これ今新車価格そもそもいくら、新車が1160万円ぐらい。なるほど、はい、で今のプライスが850万円ちょっと、ちょっと、はい、で走行距離がこれ2万2000キロです。なるほど、はい、でこっちが3万3000キロ、はい、で新車で890万円ぐらい、ファーストエディションで。なるほど、はい、で今のプライスが今が、758万円です、ね、なるほど、はい、なるほど、はい、どっち選ぶかっていうのもあるよね。難しいな、はい、こう並んじゃうと悩んじゃうね、はい、まあ、でもターボだもんな、はい、ターボだよ、ターボです、ね、乗りたいよね、はい、数も圧倒的にパフォーマンスになってくると少ない。見てればこれもターボだからね。あ、2リッターターボ、2リッターターボ、なるほど、はい、わかりました。ちょっとじゃあライトで、あ、鍵開けてもらっていいですか。ちょっと開けた時にライトです、ね、まずどういう光り方をするのか、はい、こっちのターボからじゃあいきます。はい、これ PDLS ですね。うん、はい、いいですね。結構かっこいいですね。かっこいい。そして黒、こっちがこんな感じです。ああ、なるほどね、はい、まあ、比べるとね、確かに、うん、こっちのライトの方が僕あれな、よくキラキラしてる。前方の方が好きっすね。ねかっこいいっす。まあね、ちょっと仕様の問題もあるけど、あ、でもここの LED のこのバンパーとか、はい、ちょっとあれだね、こっちの方がやっぱちょっと私メッシュタイプになってる。あ、はい、上から、うん、鍵はどうですか。鍵は同じなんですよ。全く変わらず。変わらないです。ごめんなさい。ああ、なるほど。はい。そういうことですか。今現行になるとちょっとワンサイズ大きい鍵になるんですけど、マカンはまだですね。なるほど。はい、わかりました。じゃあちょっとサイドも見てみましょう。ではサイドですけども、はい、ホイール、まずフロントから何インチですか。これ21インチになるんですけれども、265/40/21インチです。なるほど、はい、でリアは295/35/21と、そうですね、いう形になってます。このホイールかっこいいね。かっこいいです。これ彼らにもこういうホイールなかったっけ。911のターボデザインホイールになります。あ、そうだそうだ、はい、ターボ、なるほど。これ一番かっこいいと思います。私これはこの仕様に標準、ターボパフォーマンスはおそらくこの911ターボのホイールを履いてるのをほとんど見かけるので、あ、おそらくこれが標準がついてるんだろうね、かなと思います。なるほど、いいね。やっぱ久々にマカン見るとやっぱ気持ちちょっと小さい感じもするけど、はい、取り回しは良さそうだね、はい、はい。じゃあちょっと運転席、はい、あ、ちょっと待って、ここから見えるさ、この感じもさ、おしゃれじゃない。かっこいいです。アルカンターラステアリングオプションで入ってますね、はい、なんかすごいね、開けなくても、あ、素敵って、スポーティーですよ ね、はい、じゃあ開けてください。開けます。こちらになります。うわ、なんかこのメッキの具合とカーボンとさ、すごくかっこいいね。かっこいい、スポーティーですね。やっぱりカイエンはある程度ラグジュアリーでもいいと思うんですけど、うん、マカンはスポーティーの方が似合うと思います。そうだね、攻めの車だね、はい、これはそうですね、うん、ごもっともだと思います。うわ、なんかおしゃれだな。そのイルミステップもとってもいい。マカンターボって書いてあるけど、あ、イルミステップ、なになになに、そこは何意味深だね。このパワーシートのさ、ここですらかっこいい感じちゃう。このスイッチ関係でも。そうですね。スピーカー。そうなんですよ。はい。え、珍しくない？めちゃめちゃ珍しいです。え、これベンツとかにもついてる。ブルメスター。ター、はい。ポルシェにつくんだ。基本はボーズか、ボーズつけてる車多いんですけど、ね、これかなり珍しいです。オトフェチのね、川久保さんからしたら。大好物のオプションです。そして後ろです。
の車綺麗だね。綺麗です。そうなんですよ、これメッキパーツが全然水垢ついてないし、で届いた時に見たんです、うん、届いた時から綺麗だった。かなり綺麗でした。洗車したかな。すごい綺麗。はい、ホイールだってすごい綺麗だよ。中まで綺麗だよ、まあ、うちの方でクリーニングも入れてるっていうのはあるかもしれないけど。届いたばっかりなのにタイヤワックスついてますか。あ、クロージングサポートついてない。ついてないです。しかもタイヤもまだ新しいよこれ。はい、さすが小野さん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ウルス下取る時も頑張りますからね、任せてください。じゃあちょっと待って。あ、はい、承知いたしました。よいしょ。あ、なんか似合うね。ありがとうございます。うん、でシート合わせるとそんな感じ。こんな感じです。で、じゃあちょっと一回エンジンも、ああ、今ちょっともう一回キー外してもらっていい？このやっぱ右側のさ、マカンマークがさ、つくのがいいね。このもう消え、あ、これです、ね、そう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 。あ、いいね。はい。そしてエンジンかけます。じゃあかけますね。ああ、いい音してるね。とてもいい音。で、私もちょっと後ろ乗ってみたいと思います。そこがちょうどいい？そうですね。はい。で、私もね、失礼します。よっ。これはちょっと。あ。はい。あ、久々に乗ったけど、そんな狭さ感じない。意外と広いですよね。うん。不自由はないと思います。拳一つ。あ、拳入りますね、しっかりと。はい。ああ、そしてここにもブルメスターのスピーカーがついて、おしゃれですよね。もうポルシェようやくここ気づいてくれた。マフラー音じゃなくてスピーカー音っていうことを。確か高かったと思うんですよね、オプション結構。はい、でちょっと反対側回ってもらっていいですか。あ、今初めて見たこのポルシェのこのナビゲーションの下のこのポルシェのなんかボックスっていうの。あ、はい、ここ。え、そんなの。はい、CD とか入ります。初めて見た。現行モデルは入らないんですけど、この PCM ナビは入るな。はい、入ります。なんだ、金子してたこういうの。ああ、そう、俺どれだけ知らないんだって。さすがです。あ、シフトノブ結構あれだね、なんか意外と普通なシフトノブ。一応アルカンタラになってます。あ、アルカンターラ、アルカンターラ。そうそうそう。あ、ルーフもアルカンターラになってる、ね、アルカンターラになってますね。へえ、スポーティ、本当にスポーティーですこの車。サンルーフはもちろんないと。はい、そうだよね。あとこの辺でなんか大好きな、まあ、スポーク液がついてるっていうぐらいで、ちょっとスポーキー押してみて。ちょっと太くなってます。ちょっとだけだね。はい。で、まずスポーキーオフでちょっと踏んでみて。ノーマルモードで踏みますね。はい、おー、いい音するね。吹き上がりいいね。いいですね。はい。で、スポーキーオンにすると。踏んでみますね。はい、これだとあんま変わんないですね。スポーツプラスとか入れてみますか。入れてみましょう。ちょっと太くなりました。はい、おー、でもあんまり変わんない。走んないとかもしんないね。ですね、はい。なるほど、わかりました。はい、で、まあ、一応グローブボックス。あ、でもダッシュパネルのところもカーボンなんだよね。このカーボンもさ、はい、カーボンインテリア、なんかちょっと変わったカーボンじゃない、なんか。確かにそうですね、メッシュがね。あー、いいね、グローブボックスも綺麗。本当に綺麗だね。シートも綺麗です、すごく。ね。はい、うん。ドリンクはここ2つだけなんだね。はい。あとはあのこのドアノブのとこ、あのドアノブじゃない、あのドアパネル、パネルのとこに。はい。なるほど。そして私のこっち側をピュッと開けると、ここにもドリンクホルダー2つ入るよと。で、ドアのところにはちょっと、まあドリンクホルダーは入んないけど、ちょっとした収納があって、これ行くのかな。なんかこの赤いカバーがついてるのは何だろう。これトランク後で見てから、ね。あ、そうです。あの。ね、お楽しみがきっと待ってるんでしょうかね。はい、はい、じゃあちょっと後ろ回りましょう。はい、では、はい、トランクですけどね、ちょっとすっきりした感じのトランク。はい、で、ここ。そうですね、マカンはここです。ちょっとあれだね、心配だね、これね。こことかにないんだもんね。あ、ないです。小さいお子さんとかがさ、はい、どうやってやると顔にパンって。あー、確かに当たっちゃうかも。おお、来たね、これ。これめっ初めて見ました、私。初めて見た。強そう。腹筋って感じ。これはカバーがついてるんだ。そうですね。ほんと大切にされてらっしゃいますよね。すごい、はい、
これ逆にもったいないなもったいなくてなんか使えない気もしなくもないんだけど、めっちゃ綺麗です。うわー綺麗、もう新品みたい。新品っす。でここにもカーボンついてんだ。あー本当だ、カーボンなんかいいっすね。ね、かっこいい。へー、でここを開けると、あー、まあちょっと専用のね工具が入っていたりだとか。間違ってたら申し訳ないですけど、うん、BOSE 入ってたらここに BOSE ありません？あるね。あ、ブルメスターはないんですかね。なんか BOSE の、あ、これがブルメスター、アンプがね、どこなんだろう。でもこういうところにボンって入ってたり、カイエンはボンって入ってたりするけどね。そうですよね、中も入ってたと思うんですけど。これすごい。これいいですね。高そうこれ確かにね、数万円ぐらいそう。いいね、これもセットでさ、下取りに出してくれてるっていうところがいいね。嬉しいですね。次のオーナーさん、これだけ取っといてさ、なんかうちのリビングのソファーに飾っておこうとかっていうこともできるじゃん確かに。あ、いいな、嬉しいな、次のオーナーさんも嬉しいなというぐらいです、ね、はい、ね、はい、で、まあ、せっかくなんでこのトランク、はい、これです。で、原稿見てみましょう。はい、あ、トランクスルー、失礼、やりましょう。私開けます。これトランクスルーやったらどうなんだろうね。ああ、でもできます、できます。あ、こうなる。こっち側もこうです。ああ、一応真ん中だけ倒すこともできるんで。すごい、ポケットついてるんだよ。だってこういうところ本当だ、ね、利便性がすごいです ね。トランクスルーでドライブスルースルーみたいなでみんなスルー、はい、あとね、はい、はい、これがまあ現行ですけど、なんか持ったベラールみたいだなって。あ、最近もうみんなつなげてきますよね。ね、はい、つなげてくるのがトレンドなのかな。つなげてくるのはなんかアッソンぐらいかなと思ってたんですけど、遠くから見ると UX に見えるんですよね。暗いとライトだけど、あと現行ハリアもさ、つながってるよね、はい、あれ最近見るとさ、FPS と間違えちゃうの俺。あ、わかります、ね、あれ似て、あーみたいな。わかります、うん、ちょっとじゃあライトで開けると、オーラー、もうね、かっこいいね。まあ、これはかっこいい。はい、これかっこいい。好みあるのかもしれないですけどね。ミノッチはどっち派？エコです。毎回見るとね、こっち、ね、はい。はい。差別化がですね。これのトランクだけ変えればいいとかそういう問題じゃないのかね。まあ、どうなんですか、あれかもしれないんで。車格は似てますからね。でここで開けると思います。はい。スッと。もう綺麗ですね。なるほど、ね、さっき言うとここがもうカーボンになってた、はい、アルミスマンで、まあ、トランクの容量ってのはほとんど一緒、ね、ほぼ一緒だと思います。マフラーがこれ2本出しの、向こう4本出しの。確かに。そしてエンドが黒かったね。はい、わかりました。あ、一応こっちの内装もちらっと見てみる。はい、これなんか現行と違うのこれ。あ、ナビが全然違います。あ、これオプション。わー、パノラマルーフついて。はい、これもいいな。オプションです。エンジンかけましょうかね。エンジンかけますね。なるほど、静かです。あ、エアコンの吹き出し口そっちに行ったんだ。はい、なるほど。でナビが長くなったって感じですね。あー、確かにね。はい。あ、ステアリングはちょっと違うか。若干で、あとここにこのくるくるモードスイッチがついて、で真ん中ポンと押すと用意どんと。あ、そうです、なるわけですね。はい、まあ、そこぐらいかね。見やすいんですけど、個人的には前方のクラリオンナビと今これから乗る方のちっちゃい PCM ナビゲーションの方が扱いやすいんですよね。なるほど、ね、大きいんですけれども、使いやすさは前方の方が使いやすかったと思います、ね、なるほどね、はい、ちょっと軽く踏んでもらっていいですか。じゃあ普通のモードで踏みます、はい、ちょっとライトオンにしてもらっていいですか。はい、はい、じゃあ踏みます。あ、なるほど。2リッターの割にはって感じですかね、はい。まあ、確かにターボの音はいいわなって感じだね、はい、これはスポイキはないです。なしなし、はい、OK です、はいはい、ではライトオフはないということですね。はい、じゃあライトオン。こっちはライトオフでデイライトのみになってるね。あ、スモール、これスモール、あ、これスモール、スモールになるの。現行はヘッドライトもつくんだね。で、通常のロー。あー、なるほど。
こう見るとやっぱり現行の方がライト周りははっきりしてる感じだね。はい、ハイビーム。うわー眩しい。うわー現行の方がハイビームだいぶ眩しいねこれ。 OK です。じゃあまずウインカー、あーこれほとんど一緒だね。はい、こっち。はい、ハザード。なるほど。はい、 OK です。一応ねフォグもあるっぽいんだけど、あ、ついた。こっちは多分このまんまだね現行は、はい、こういう風になると。わかりました。じゃあまずターボから優しくホーン。お、まあ優しくできないですね。はい、じゃあ現行お願いします。 OK、 優しくはないです。はい、じゃあ後ろ回ります。はい、では行きます、ブレーキ。あー、なるほど。現行はやっぱりあれだね、この991の後期と一緒な感じだね。はい、で、ライトオン。なるほど。まあどっちもねいいけどね。はい、ウィンカー右。あー、ちょっと高さも違うんだ。はい、左。はい、ハザード。なるほど、そういう光り方だったのか。 OK です。バック。おー、あー、ちょっとやっぱ位置違うんだね。なるほど。はい、 OK です。あとはリアフォグ。あ、リアフォグは右下、これは一緒っぽいですね。 OK です。はい、ではですね、そのまま視聴者の皆さんにクイズです。今から吹かすエンジン音はどっちの車でしょうか。いきます。じゃあ吹かしてみてください。さあ、このマフラー音はマカンかな、ターボかな、一緒にお考えくださいね。ちなみに正解はマカンでした。シーン。はい、一応ターボもお願いします。おお、なるほど、全然違うね。 OK です、ありがとうございます。それではエンジンフードを開けてみたいと思いますけど、はい、違う、これパフォーマンス専用なの、中がちょっと違います。あ、中が、はい、あ、じゃあ開けてみましょう。はい、おお、これ面白いですよね。ね、ヘッドライトのところ、ミニとかもこうだよね。あ、そうですね、はい。あ、ヘッドライト大きいな。この間なんだっけ、レクサスの NX300 ね、やった時にヘッドライト小さいと思ったけど、輸入車はやっぱ大きいね。大きいですね。あ、すごい、エンジンターボ6気筒。一応これが、アゲートグレーらしいんですけど。なるほど、何かとアゲートグレーなんだね。何かとアゲートグレーのエンジンフードと、あとこのエクスクルーシブパワーキット、これカーボンだ。カーボンですよ。これパフォーマンスの専用エンジンカバーらしいです。だってここだってさ、ね、ちゃんと補強されてるよこれ、まあ、うわー、あー、なるほど、ちょっと違うね。はい、でこっちも見てみましょうか。こっちは、こっちは2リッターのね、2リッター直四です。 V6 と直四です。モデルと同じです。あー、なるほど、すっかすかすよね、確かにそうだね、はい、そしてやっぱり6気筒と4気筒だと、ちょっとこっち側からもいいですか、エンジンの、ね、高さ違うね。そうですね、はい、ね、ちょっと低いね、こっちの現行の方が。なるほど。でやっぱりね、同じターボでもなんか向こうはね、ここにねホースみたいなのが2つひょひょって出てるし。あ、そうですね、はい、ちょっとやっぱ違いがあるんだね。はい、まあそりゃそうだよ。あ、そして何、あれブレーキオイル、あ、違うか、あの右の冷却水じゃないですか。あ、冷却水か、エンジンの冷却水だと思います。はい、冷却水です。 あれこっちの冷却水は、おっと、こっちに行っちゃうのかな。あ、これウォッシャー行きです。あ、ここでしょ、冷却水。あ、この位置もちょっと違うんだね。違いますね、ここ。うーん、
こっちもバーあるんですよね。はい、ターバーがあるよと。わかりました、はい、じゃあ閉めます。はい、はいはい、ということで今回はですね、はい、こちら下取りでいただきました、はい、ポルシェマカンターボパフォーマンス、はい、こちらのインプレッションを行います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと進みながら、あー久々にマカン結構マカンってあれなのね、ダッシュボード高いのね、位置が。あー確かに膨らみがありますね。ね、はい、高いよこのくらい。でちょっと一回ここで止まります。はい、でアクセルブレーキ離しても下がらない。下がります ね、このホールドが。馬力440あるんで坂道とかも全然楽ちんだと思います。あの2リッターなかなか上がんなくはないんですけど、やっぱり頑張ってって感じなんで。そうだね、はい、すごい。なんかこの低速がほぼクリープで走ってるんだけど、はい、あ、はいはい、柔らかいね。ああなあ、そうですね、トゲトゲしくないというか、押し出しがあんま強くないですよね。うん、強くない。どうもやっぱこのアルカンタラのステアリングが、あ、僕は手のひらがどうもムズムズですね。お好みじゃないんですよね。そうなんです。僕もどちらかというと個人的にはレザーの方が好きですね。眩しい。眩しいね。でもあれだね、そんな反射っていう感じでも。そうですね、 PCM ナビはソナーがちゃんと。結構これ敏感なんですよね。葉っぱがこうやって当たっただけでもずっとビン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 ってなって、いつもここで切っちゃうんですけど、私なんだビビリオンはする。ポルシェのこのスイッチが好きだな俺。分かりやすいですし、ね、はい、うん、かっこいいですね。かっこいい。やっぱランボーもそうだけど、やっぱこういう一つ一つがかっこいいっていうのが大事よね。ああ、そうですね、はい、うん、ああ柔らかい走り。なんかこのホイールにね、ターボモデルとかっていうとちょっと硬い感じなのかなと思いきや、はい、全然しなやかスムーズ。僕の彼ら400馬力あって、うん、結構アクセル踏んだ、ね、踏んでからアクセル踏んでから、うん、結構がっつりガーンって走っていく感じなんですけど、うん、これは同じぐらいの440馬力やっても余裕を感じます。余裕、はい、踏んだ感じに。マジか、はい、なんかこの辺で落としてない、こわこわみたいな。あ、ちょ、自分のこれか。あ、これだ。どこだ、このこい、あ、それ敏感ですね。全然私そういうの疎くて、そうそう、気づかないですよ。あ、音と匂いは敏感なはず。自家用車の方はまだえ、まだ直ってませんね、スピーカーは。ちょっと2回目入庫したんですけど。あ、そうです、ね、まだちょっと直らず、ちょっと部品が本国発注ということですね。12月に入ってまた再入庫と。あ、なかなか完璧にならないな。なるほどですね。これなんか中古車の宿命なのかなって思う時もあるんだ。まあ新車で買ってたらもっとさ、うん、ね、ちょっとそういう思うのかもしれないけど、そうです、もう心の底からこれは満足だと。まあいわゆる総評で5点満点っていう車って、うん、なかなか自分が所有しようと思うとなんかできなかったりするんだよな、うん。ディーラーが少ないっていうのもありますね。ベンツとかはあんまりないじゃないですか、本国発注と、うん、ドイツ車はディーラーが少ないとどうしても本国発注になっちゃいますよね。あ、ちょっとビビリオンするね。しますね、あのバイクの振動で。これでも調整できそうだね、なんか立て付けの問題で。そうですね、このマカンターボどうかわからないんですけど、マカンあるあるで、うん、右ハンドル運転してるとここら辺からチャプチャプ聞こえるんですよ。ガソリンなのかなのか、結構。そうなんだ、あるあるで結構大きいチャプチャプ聞こえるんですよ。マカンあるあるチャプチャプ音、チャプチャプ音ですね。僕それがすごい気になります。うーん、あ、ほらビビビビビってますね。ね、ちょっとビビるよ。これちょっとね、5の車前に調整しましょう。
動画見て前野さんがあそれはこうすればこうなるよってなんか教えてくれるかもしれない、はい、よろしくお願いします詳しくなくてでもなんかあれだね至って今の印象はしなやか柔らかい、はい、そういう感じです最上級モデルっていう感じしないですよねうん GTS の方が遅いと思うんですけど GTS の方がなんかグイグイグイイメージ印象ですね、うん、多分足回りが違ったと思うんですよなんか GTS は足回りが911よりみたいな911がそのまま SUV になった感じが GTS ターボとターボ S パフォーマンスは基本的にマカンのチューンアップで定かではないですけど確かそうですなるほど、はい、なので GTS の方が若干車高低くてあ、はい、ガツガツした感じだと思うんですよねこれ本当余裕を感じますね女性でも普通に街乗り運転できちゃうかなと思います、ね、あとスピーカーここにも付いてたんだねしかも黒かったから一瞬分かんなかったしかもブルメスターって書いてあります、ね、書いてあるすごい BOSE はここ書いてないのあ、そうなんだ書いてなかったと思いますあ、これ街乗りめっちゃ普通だわむしろ、ねはい、良すぎる そうですねうんポルシェ乗ってるとは思えないぐらいなんか確かに、ねはい、皆さんポルシェってすごい乗り心地いい車なんですよスポーツカーだから硬いっていうイメージから、はい、ちょっと今全然違うそうですねマカン乗るのも久しぶりなのよああ、はあ、そうなんですかレビュー自体が、はい、でこれ本当に消費者としても今レビュー以外の時にあんまり消費者乗る機会なくてうんはいはいそうですね、うん、ねよっぽどね日里さんとかの方がね詳しいと思うんだけどなんかね久しぶりに乗るとやっぱりポルシェいいわポルシェ完成してますよねうんいいなこんな乗り心地できてたんだねってなんかうん NX と比べてどうですか乗り心地はあんま変わらずあのねこの居住スペースは NX っぽいねなんかねこのいわゆる狭さはいはいはい、はいうん、広さというのがはい特進の人がなんか一人で乗ってるとかっていうでも感じないの後ろ結構広かったしな広いんですよ、うん、意外と、まあ、ドイツの方が乗られる車ですからね日本人が乗ったのは必然的に広い、うん、あいいなやっぱこそしてさこのポルシェマークがここにさちょっと主張強めでさ、はい、エンブレムがこう、ね、そのステアリングからまたちょっとおしゃれになったので、ねはい、マルチファンクションでした確かにこれいいねこれマカンの初期はこれだったこれっていわゆる中期ロットになるってことなのかな多分そうです ね、はい、多分そうだよねあーいいね、うん、結構グイグイってクイックではないんだねあそうですか、うん、今なんか柔らかったちょっとクイっていくのかなあそんなに PSM 入れてみましたあ今2段階ですスポーツシャーシープラス選択中とここでね今足回りだけですうわしなやかこれノーマルモードですからねマジ、はい、レクサスって一瞬思っちゃうぐらいそれは言い過ぎかでも本当に乗り心地いい乗り心地いいしかも今足回りを2段階硬くしててもこれですマジかはいまあ段差踏んでないですけどで今、まあ、これが普通の感じですねいいですね、はい、やっぱり、うん、でもポルシェって、まあ、これ多分ポルシェに限らずなんですけど、うん、合成ちゃんすごいんですよねえ昨日、うん、写真なんですけど、うん、991ターボターボ S の、うん、自己車を拝見しまして何キロで突っ込んだのってぐらいもうフロントがもう真っ二つにへこんじゃってナンバーもないんですよ。それでもあれリアエンジンじゃないですか、うん、フロントはトランクスペースしかないのにもうなんて言えばいいんでしょう室内まで干渉してないというかもうナンバーがなくなっちゃうぐらいえげつなくへこん突っ込んじゃってるのにもう居住空間も全然大丈夫ですね。なるほどすごいんですよね合成がちょっとスポーツエキゾーストいいですか？オンです。なるほど。うん、バグって言ってた。はい、僕、やる気を感じました。このマカンの。うわ
これすごいっすね。すごい。ボディはさ守られてるね。そうすごいっすよ。めっちゃめっちゃ。ちょっとパドル使ってみます。4速3速。あーちょっとね硬さは感じたね。おーいいじゃん。わかるわかる。いいっすね。あーこれです。これだ。で、またこれスポ益なしにしてもう一回踏むとどうかな。あーちょっと違うか。太いっすね、スポ益の方が、うん、あーまあちょっと太いけど思いっきり変わるかっていうとそうではないね。スポーツかスポーツプラス入れてみますか。あ、入れてみましょう。スポーツから入れてみます、ね、はい、入れました。あ、捕まっちゃった。うん、まあでもこれもいい音するけど。じゃスポーツプラスはどうですか。オンです。あ、バクバクいってる。あー、いってますいってます。ポルシェだ。はい、楽しいです。助手席でも楽しいです。これはなんかあれだね、はい、このマカン君と、はい、うまくちょっと意思の疎通をしながら、はい、走れるようになりたいね。なんかこう、はい、もうあーすごい。やっぱスポーツプラスのダイレクト感違うね。全然違います。もう踏んだ瞬間に来るね。はい、 G が来ます。ちゃんとスポーツカーって感じします。いいっすね。僕マカンターボ久々に乗ったんですけどめっちゃいいっすね、うん、マカン、マカン S ばっかりだった。マカンいいわ。あーいい、いいっすね。あー運転したいなこれ。これ運転したいっすね。ね、やっぱポルシェ好きだね。好きですね。これ絶対面白いです。やっぱ走り好きだったらやっぱポルシェは後悔ない選択ではないと思う。 SUV でこれですからね、うん、これ例えば GLC63 とかでも、うん、直線満潮ですけどこんな機敏じゃないですからね。うん、あと同じぐらいの車格だと X3M、うん、1回しかでも運転したことないんですけど現行の X3 もちょっと感覚思い出せないな。どんな感じだったか。 SQ5 とか。ああ、はいはいはい。 X4M、うん、心までこんな機敏じゃないですね。あの速いですけど、あでも X3M ステアリングは結構キビキビだった気がしますね。なるほど。やっぱり BMW なんで。あ、駆け抜ける喜びですから。これでもねポルシェって本当ね、なんだろう、そのどんなシーンにも合うとかっていうんではなく、はい、どんな踏み方をするかによってもう全然違う車に変わってくる気がする。あ、はい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 、マカンとか特にそう、はい、別にさ一瞬レクサスにレクサスモードですみたいな極端に言ってしまえばからの、はい、じゃポルシェターボモードですみたいなのが、はい、このアクセルの踏み方とモードの切り替えでなんか全部できる気がする、はい、確かにそうですね。全然街乗りと印象が違いますね。はい、いいな。オンオフというのか、先ほど現行の2リッターのマカンを合わせてレビューさせていただいたわけなんですけれども、現行モデルのマカンターボ、うん、パフォーマンスじゃなくてマカンターボはあれですね、あのパフォーマンスと同じ440馬力です。なるほど。3リッターのこれ 3.6 の V6 の440馬力62.1kg みたいな、うん、これが現行マカンターボになると3リッターの V6 ターボの440馬力、56.1kg、トルクがちょっと低い感じです。なるほど。現行のマカンターボと一緒っていう。現行のマカンターボなんて今いくらするんだろう。1000前後ぐらいするんですって考えるとお買い得ですよね。確かに。
曲がる曲がる、もう一周ぐらいしたいぐらいで、これいいっすね、これいいね。 PSM で試したいです。あ、それなんだ、変わる変わるんじゃないですか。ちょっとそこまで試したことがないので、なんともですけど、変わると思いますよ。ロールしなくなると思う。ちょっと一回スピーカーつないじゃっかな。音源はだいたいバンされちゃうんだけど、はい、これはピッピッと。で、メディアの。あなたとめっちゃいいね。いいっすね。はい、今音源チェックやったんですけど、感動して泣きそうでした。めっちゃ良かったっすね。めっちゃいい。今ヨネスさんのカナリアっていう曲を聴いてたんですけど、もうね、本当なんかレコーディングしてるあの声の感じがものすごく臨場感ある音にで伝わったね。ポルシェでこの感覚初めてでしたね。初めてよかったわ今、はい、メルセデスのサイズ感もいいのかもしれないね。多分そうですよ。ベンツのブルメスターとはまた違った、うん、本当に良かったですね。いい音。ああ。いいっすねこれは。いい入った。いい心地いいですね。心地いい、心地いいですね。で、このアクセル踏んだ分だけ、その分何て言うんですか、同じようにスムーズに加速してくれると言いますか、うん、自分の思ってる加速と同じ加速してくれるんで、レスポンスもいいですし。そうだよね。なんかポルシェオーナーからしたらさ、はい、もうすぐ分かっちゃう感じでしょこれ。あ、分かります。こういう風に乗ってあげればいい走りになるんだろうなみたいな。これまたちょっとね、踏みながらいろいろ考えながら走ってたけど、はいはいはい、ね、そもそも所有してるだけあって、多少はでもそこはなきにしもあらずだと思います。ちょっと感覚はやっぱり似たところあるので、あと PDK なんで同じ、うん、そこはそうかもしれないですね。想像してたより、なんて言うんでしょう、モンスターじゃないですね多分。もっと踏んだらモンスターなんでしょうけど、なんか街乗りでそのモンスターさは感じないですね。なるほど、はい。ファッションモンスターまではいかないと。ファッションモンスターまではいかないですね。てかあれだ、待たないと。でも上級グレードでも、うん、やっぱり誰でも運転できますね。でも、うん、女性でも全然余裕だと思います。免許取ったばっかりの方でも、最初はちょっと怖いかもしれないですけど、普通に行けちゃうんじゃないですか。いいね。これやっぱシフトダウンした時のこの、ね、吹き上がるバーンと音が、あ、はい、レスポンスもいいよね。スポーツカーならではです。ああそうだ、このミラードアミラーも、はい、スポーツドアミラーもパフォーマンス専用です。そういえば、え、そう、はい、このなんか違う、2本でこうなってる、なんていうんでしょうね。あー、はい、なるほど。このつなぎ目のところが、はい、これスポーツのドアミラーなんです。普通1本、普通は1本です。だから太い1本。あ、なるほど。芸が細かいね。本当ですよ。1台このマカンターボパフォーマンス1台でも全然いいと思います。確かにね。では今回のマカンターボパフォーマンス、はいはい、総合得点と、はい、感想と、はい、でどんな方におすすめできる1台なのか、はい、合わせてお願いします。はい、得点なんて思って100点満点で、100点満点、はい、マカンターボパフォーマンスは得点私85点。はい、はい、まあ、その理由といたしましては、車としてはこのサイズの、まあ、カイエンとか旧西部とか一回り小さい SUV の中では、かなり完成度が個人的には高いと思います、うん、この
街乗り、先ほど取締役もおっしゃってましたけど、すごいしなやかでスムーズで快適、うん、なのにスポーツモードに入れると、かなりスポーティーな走り楽しめるので、この両局面を味わえるのは好きです。ただ、残りの15点に関しては、思ったほどモンスターじゃなかった、まあ、マカンターボより40馬力アップ、ちょっと直近マカンターボ運転してないので、この40馬力がどれぐらいかっていうのは、まあ、この首都高じゃ比較は難しいと思うんですけど、もうちょっとそのドッカン速いと言いますか、アクセル踏んだらドーンって感じで、うわ速ーって感じだと思いきや、速いんですけど意外とそこまでモンスターじゃないっていうところが、また個人的には良かったところでもあるんですけど、まあちょっとそこのギャップで15点っていうところではあります。なるほど。はい。で、どんな人におすすめしたいか、どんな方におすすめしたいか、これはやっぱり、ご家族様向けですね。おお。はい。ちょっと車好きなご家族様、特に何台かいろんな車乗ってる方とか、まあ先ほどちらっと話した通り、奥様でも全然街乗り、お子様の送り迎えとかかなり楽に、気使うことなく運転できちゃうと思いますし、変な話、車格的にも輸入車の中ではすごい大きい方ではないので、まあ1台しかなくても息子様が免許取った練習とかでも全然運転できちゃう車かなと。なるほど。ただ、それとは別で、まあ、旦那様とかがちょっとスポーツカー好きとか、ただ1台しか持てないっていう方とかでも全然かなり楽しめるかなと、うん、もうちょっと踏めばいい走りすると思うんで、今首都高なんで全然踏めてないですけど、なんか結構僕を想像、もうちょっと踏めば僕の想像結構超えてくる余力はまだ全然あると思うんで、うん、もっと面白いと思いますこれ踏んだら。なるほど。はい。なんかご家族様向けですね。なんて言うんでしょう、まあ、1人で一人暮らしとかでこれ持っててもいいと思うんですけど、まあ、セカンドカーの SUV ないしは一台持ちでもいろんな用途で楽しめるかなと、うん、なるほど思います。はい、わかりました。はい。じゃあ私ですけども、はい、点数は90点。おお、高いですね。やっぱりポルシェは裏切らない。はいね、ポルシェ裏切らないもんな。裏切らないですね。いやでもね、これやっぱり、ね、何回も言うんですけど、いろんなシーンに合うんではなくて、いろんなシーンをこのアクセル一つの踏み方で操作できるのがすごいなと思った、うん、こんなに乗り心地がいいとは思わなかったな、うん、何回か乗ってていろんな車乗っちゃってるから、はい、ある意味、ね、僕の中でマカンっていうものが、ね、リセットされてたの。あ、はいはいはい、ある意味気持ち的にはゼロベースで今回乗ったような感じで、あ、こんなに良かったんだって改めて、ね、思った車です。はい。あとね、どんな方にお勧めできるかっていうことですけど、僕ってもう最近 SUV しか乗ってないんですよ。はい。買う車、はい、でこのオーナーさんもこれ売却されて次ウルスに行ってっていう、うん、なんかね、そういうなんかステップアップする上で、例えばこれ一回マカンっていうこの SUV をやっぱ乗ってくってことは、はい、次の車の良さを知る、悪さを、良くないところを知るっていう意味でもいいと思うんだよ、うんうん、あ、なるほど。なんで僕はちょっとこんな言い方で偏見があって大変失礼かもしれないですけど、ポルシェを基準になんか良し悪しってなんか決めたりすると結構面白いんじゃないのかなっていうふうにも思う。なるほどですね。ところはあります。はい。で、まあ、どんな方って言ったら、でもやっぱりなんでしょう、このやっぱサイズ感っていうのはやっぱりね、都心もそうだし街乗りでも、ね、不自由ない、うん、あ、 X4 だ、M ですね。ちょうど、ちょうど同じようなライバル車が、ね、あ、いいな、この色いいですね。色いいな、見た目もな、かっこいいな、かっこいいですね。でもマカンもかっこいいなってね、X4 のオーナーさんも思ってると思うんですよね。あ、でもやっぱり SUV 好きの方はね、一度は乗ってもらいたいです。そうですね、うん、僕は、まあ、カイエン、マカンって、まあ、サイズの問題もありますけど、マカン取り回し良くていいなというふうに思います。はい。以上、今回はですね、2017年モデルポルシェマカンターボのパフォーマンス、こちらをインプレッションいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。